ちょっと待ってください、こっちから。いきます。どうもよろしくお願いします。かしこてぃです。よろしくお願いします。まあ、私ら女芸人同士でコンビ組ませてもらってまして、やっぱり女ですからね、芸人といえど、まあ、健康に夢があるんですね、やっぱり、ね、そうなんですよ。理想の結婚式、はい、私にもありますよ。どうですか。もういいです、そういうの。えもうそういうのいいです。飽きてるやん、秋田県だけに。どうした、うるさいな。やかましい。そういうのね、すぐね、こんな結婚式嫌だみたいな話をちょっとしていくだけで、はいはいはい、もう飽きたんですよ、そういうネタの作り方は。もう見てきた、散々見てきた、もういいんです、そういうの。尖りすぎやろとか言って、ちゃうね、私はね、BGM バタフライよ。あ、真面目よ。当たり前そうやん。そうやろ。あ、まあまあ、いいや、有名なやつやしね。そうやろ、別にいいやろ。健康といえばバタフライ。そうやろ。パチ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 。あれですか、なんか式始まって新婦入場の時のみんなの拍手みたいなのがあって、その後にバタフライが流れるみたいなこと。バタ上げてんね。バタフライってバタフライのこと。お前よくお前こんなお前ややこしいお前バタフライしながらバタフライすんな。バタフライしながらバタフライすんな。お前ようこんな繊細なお笑いの時代でそんなあれ僕できるな。ほんまのバタフライ飛んでってるよ、どっかに。ほんまのバタフライどっかに飛んでってるよ、やめてね。ほんまのバタフライとは何や。バタフライ今日は今までの。あ、まあ私も芸人ですけど、芸人さんたくさん読んでですね、そうせ売れて50人ぐらい読んでですね、漫才したいんですよ。漫才全員で。そうや、やかましいだけやん。50人、はい、50人男女が芸人がただ喋るっていう。バタフライなって、バタフライなってるやん、やめてや。なっちゃった。なっちゃった、ちゃうねん。まあね、そんなに盛大にやりたいって言ったら、ブーケトスもものすごい盛大にやりたい。あ、そう。結婚式の翌日にね、その日にせいや、小町スタジアムをね、貸し切りにします。どこまで盛大にすんねん。まあ、なんでその花ふわっと花一回投げるためだけ、どこまでちゃんと時間何言ってんねん。150キロ出すためにやな、私はこの天使高校野球見すぎやん。ちょっと待って待って、吉田君か、吉田君か、金足農業、そちら君誰やん。吉田君か、そちら君誰やん、そちら君って。吉田君か、そちらは金足農業。いい、そういうのは。黄色インタビューさせていただいた方がいいですかね。いいって。いや、いいですか。いいって。おもや、ありがとうございました。ありがとうございました。